ピードを出せる自分がかっこいい。はい、こんばんは、ともチャンネルです。今帰りの道をこうね撮ってるんですけども、ちょっと船橋の方から鎌ヶ谷抜けて、それで千葉に戻ろうと思ってたんですね。で、こういう道っていうのはもちろん住宅街なので狭いんですね。で、狭い中、すっ飛んでくる車っていうのがいるんですよ。あれバカだよねって思いながらも見てるんですけども、自分の速さをね、こう自分に酔いしれてるみたいなね、スピードを出してる、自分に酔いしれてる、そんな感じがするんですけど、あれはね、危険極まりないよね、本当に。なぜなら車っていうのは人が出せないスピードを簡単にね出せちゃうわけなんですよ。で、この車自体の車重っていうのがね、軽くても1トン、重いと2トンっていうね、車があるわけなんですけど、それをね、簡単にね、運べちゃうわけなんですよ。普通の人がね、1トンの石を動かそうと思ったら絶対動かせないけど、まあ、タイヤとかエンジンとかにこう動かす動力がね、ついてるものに限って言えば、ね、それをね、簡単に動かすことができるんですね。その簡単に動かせるこの車をものすごいスピードでこう動かしたくなるわけなんですね、人ってのは。要するに自分の持っている力以上のものを手にしちゃってるわけですから、そこで出したいのはね、わかるんですよね。ただその出したいから出してしまうと周りの人にすごい迷惑かかるんですよ。それはもうわかると思うんだけど、こういう狭い道でも、ね、スピードを出したい人っているんですよね。それがね、結構な数いると思います。自分では気づいていないのかもしれないんですけども、周りの人から見ると危ないなっていうね、運転してる人かなりいるんですよね。だからこういう道で、要するにスピードを出せる自分がかっこいいって思ってるのかもしれないんだけど、それかなり危ないことだよね。特に住宅街、ね、突然人がパッと出てきたらそれを避けられるスピードじゃないわけだから、間違いなく事故を起こすっていうことになりますよね。だけどそれをね、わからないのか、それか自分が本当にただ単にやってることに対してかっこいいなって思っているのかわかんないんですけど、まあおいおい、だからね、そういうのに当たってしまうと、もうどうしようもないっちゃどうしようもないんですけど、まあ時間の無駄にもなるしね。だからこういうものをね、お、なんか当たった、こういうのをね、やってる人、こういうのじゃないや、と狭い道でもスピードを出して俺かっこいいだろうぐらいのね、勢いで走ってる人、俗に言うバカなんだけど、あ、私バカの動画、バカいいなーなんて話してる動画あったんだけど、こういうバカはねダメなんですよ。周りに迷惑かけるからね。だけどいっぱいいるのは いるんだよね。特にこういう帰りとか朝とかね、時間に追われてる時、もうスピードを出さなきゃ、そして出してる自分が、ああやっぱかっこいいみたいなね、そういうのいるんですけど、それ無駄ですからね。なんかあったら遅くなるし、早く行けないし、まあそういうのがね、本当に危ない危ない危ないっていうのがいっぱいいます。で、私はね、基本的には周りと歩調を合わせて走っているんでね、後ろに突かれるとかね、前が遅いから突っ込むとかっていうのはしないんですよ。だけどそれをね、自分勝手にこうスピードを速く行きたいからって後ろからね、こうせかせか突っついてくる人もいるし、または法定速度だからこれでいいじゃねえか、確かにいいんですけど、それによってね、
後の人にストレスを与えるようなね、走り方っていうのは良くない。要するにブレーキをパッパパッパと踏むとかね、スピードを合わせるために調節するためにブレーキも何度も何度も踏んだり、でスピードが下がってきたらっつったらアクセルをポンと踏んでね、もうそれの繰り返し。要するに後ろからすれば何もないところでブレーキ踏まれたりとかね、そういう走り方をするっていうのはすごいストレスなんですけども、でもやってる人いっぱいいるんですね。自分じゃ気づかないのかもしれないけど、ブレーキってのは効かなくてもブレーキランプってつくからね、そのブレーキランプをつけた瞬間に後ろはあ、ブレーキ踏んだと思うんですよ。そうするとね、後ろの人もまたブレーキを踏んで、そっから渋滞が始まったりするわけだけど、まあこう言っちゃうと、じゃあその人運転ね、技術がないんじゃないの、まあそういうわけじゃないんだよね。運転の技術はちゃんと免許を持ってるから、運転できる技術はあるんだけど、ただ後ろの人のね、ことを別に顧みず、自分の思うがままにスピードを法定速度で守ったりね、無理やりスピードを上げたりね、そういった走り方をしているから、後ろに迷惑がかかる。だからそういうことをするのは、基本的にね、ルールがあってもそれを守らなければいけないんじゃなくて、ルールがあってそれなおかつ周りに、ね、安全を確認して、安全であることを確認してから走るっていうのが必要なんですけども、だけど自分勝手に走る人ってのはいっぱいいると。そうなってくるとね、もうルール云々じゃなくてマナーとかなってくるんですけど、でもルールあってのマナーなわけだから、だからね、そういうことをね、まあ、無理してこう合わせる必要もないんだけど、ただ合わせなければ危ないのは間違いないわけで、そういうことですよね。なら無理に走る、ね、逆におじいちゃんおばあちゃん運転してる人いっぱいいるんですけども、ああいう人たちはね、もう運動神経っていうのは脳から走られたね、信号を体で動かす、体現することに対してはものすごい遅いんですよ。だから何かしらにつけてワンテンポ遅いんだけど、そういうのはね、まあ、それを 見越してこっちも運転しないといけないわけなんですよ。だから相手が危ないからな、離れようとかね、そういった運転をすることで、まあ、周りのね安全もできるし、まあ、自分の安全はもう当たり前なんだけど、そういうふうに運転しないと、まあ、巻き込まれるよと、まあ、スピードを上げてね、かっこいいななんて思ってるのはもう持ってのほかでね、まあ安全に走れるのが一番車のねマナーにつながるんじゃないかなと思っております。はい、こういったね住宅街だからこそゆっくりね確実に走るのが一番いいんですけども、まあそういったね車の安全、そういうことをね気にしながら走っているのが一番いいのかなということで、あ、バイクが揺れてた、まあ、そういう風に走るのも若い頃はねやりたくなるんでしょ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあこういう緩い動画なんだけど、よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。